皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、一日いろいろあったけど、まあ楽しく過ごしたので良かったかなと思います。なんだかんだ言ってね、まあちょっといろいろ予定が重なってるけど、だいぶ落ち着いてきたかな。多分明日はゆっくりできるはず。はず。うん。はず。わかんないけど。多分、まあ、ゆっくりできたらいいな。かな。まあ、明日はってか、正確には金曜日なんだけどね。木曜日は、最後の、なんていうのかな。仕上げみたいなのがある。仕上げじゃないんだけどな。うん。まあ、いろいろあるよね。だから最近さ、帰宅が12時を超えることが多くなってきたからさ、なんともなーって感じだけど。まあ、車の中でね、仮眠したりとかしてるし、最近なんかは、割と、4時間ぐらい、ちゃんと寝て、4時間かける2回とか寝てるから。うん。睡眠時間8時間ぐらい取れてるのかな。最近ね、睡眠がね、割と、取れるようになった。あと、仮眠が1時間とか。まあ、その時によるね。うん。だから平均、8時間、9時間ぐらい寝れるようになったんじゃないかな、最近は。飛び飛びだけどね。4時間連続とかじゃなくて、4時間連続で寝たのかな？ 4 時、8時とか寝たな。つい最近。まあいいや、ちょっと話がね、長くなりそうだから、ちょっと切り上げます。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。